入場曲、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットでもよくない？はい、ワト2、サブいらっしゃい。サブちゃんいらっしゃい。どうかな？ダメかな？試合出るよ。うん。俺、第4試合だよ。スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットいきます。これ良くない？これダメか。ちょっとダウナー系だもんね。上がらないか。よいしょ。著作権かかるやつ自腹って言ってた。あ、じゃあいいや。じゃあ音楽なしでいいや。音楽いらない。うん。うん、また来てね、ナナコさん。勝ったら賞金やろう。誰がくれんの？賞金。え、サブがくれんの？勝ったら。うん。嬉しいな。花火一発くれんの。あと、会場で限定グッズ発売する予定なんで、それも厳しい。まあ、しょうがないでしょ。興行なんだから。しょうがないよ。マスコミも来るぐらいでかいらしいからね。300人多分ソールドアウトするよ、これ。もううちのリスナーさんだけで相当買うって言ってたから、5、6人来んじゃないの。で、石川紀之とか桃襟とか来んでしょ。相手はテルチャンピンですね。勝ったら花火20発ぐらい上げてもいいぞ。マジでエリオン。いや、助かるわ。もう今月売り上げやばくてさ、急にピタって止まっちゃったんだよ。すげえ良かったんだけど。そう、目標まであと15万だから。二の腕ね、そうなんだよ。ちょ、ここでしょ、ここなんか怪我してんだよね。うん。ねえ。うん。いや、でも生まれて初めてリングに立つかんな。男の憧れだから頑張ろう。まさかリングに立てる機会もらえるとは思わなかったわ。花火やと聞かれるから生で振り込む。あ、マジで？ありがとう。オリジナルの曲でも作ってもいいかもね。レクチに作ってもらおうか。オリジナルで。この前さ、ふわっちで配信してたレクチの音楽どうかな？聞いてみる？お父さん喜ばないよ。うるせえから。親父は格闘技ガチの人だから、こういう恥ずかしいことすんなってマジでキレると思うよ。本気でマジキレすると思う。うん、喜ばない。親父はほんとガチンコの人だから、ニコ玉とか俗っぽいの大っ嫌いだから。テレビすら大っ嫌いだもん。こんなのね、あれですよ。生放送なんかね、もう速攻、あれですよ。ガチ切れですよ。本命試合。なんかいいところに組んでもらえたんだよね。超嬉しいよ。思ってたよりさ、俺前座だと思ってたの。どれさんか俺が前座だろうなと思ってたら。うん。テレビも大っ嫌いだよ。スーパーファミコン買った瞬間ぶっ壊そうとしてたかんね。そうそう、テレチャンピン。レクチが作った音楽聴いてみようか。レクチとこの前入ったスタジオ配信のやつがあるから。ちょっと待って。スタジオ配信。行くぜ。ほんと侍みたいな人だかんね。フワッチで配信やってるよ。レクチに作ってもらおうかな。うん。24歳の、もっとサッカーやってた運動神経いいやつだね。体重は俺の方が重たくて、身長は変わんない感じかな。うん。今配信やってるよ。
15日で15万って予定と違うのか。ギリギリ間に合わないぐらい、いつものペースで言うと。いつものペースで言うとギリギリ間に合わない。やっぱ余裕持って2日前ぐらいには、取っておかないといけないの。で、今月28までしかないから、要は13日しか残ってないんだよ。ちょっと厳いね。目標達成まで。まあ、頑張んないとね。プロの世界は厳しいよ。新しいフォロワーさん紹介します。ハラニアンフォローありがとう。楽しんでってね。見たことある？あの人とやるんやな。そう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 。向こうは瞬発力と俊敏さと、あと若いっていうのがあるし、スポーツマンだから、俺ニートじゃん。ご存知の通り。気合でカバーだよね。あと相手を殺すつもりで、殺気で、覇王色の覇気出していこうかなと思う。もうそれ以外、もうそれ以外道がない、俺には。ハートありがとう、レイト。いつもありがとうね。あ、アイラ見て思ったんだけど、花火の時喜び方が高揚してて、こっちが嬉しくなるインパクト感じた。アイラうまいよ、やっぱり。うん。アイラうまいよ。ルールはね、ボクシングじゃなくて、ムエタイルールだね。肘、膝あり、キックあり。うん。3分3ラウンド。で、会場は新木場のファースト。一般席は5000円。で、VIP 席がスポンサーになって10万円かな。ういー、レイトーありがとう。花火ありがとう、レイトー。頑張るよ。レイトさんから花火いただきました。ありがとうございます。よいしょ。1、2、3、4、5、6。ありがとうございます。風船プレゼントありがとう、マミリン。マミリンのサムネかっこいいよな。俺赤黒白好きだからさ。和道カラーだね。かっこいい。このサムネありだよ。うん、俺が好きなカラーだよ。なんかアニメかなんかのサムネなのかな。こんばんは。風船ありがとう。てかニコ生から配信者結構流れてきてんね。孫子復活したし、あのコとかもやってるね。ふわっち結構流れてくるよ。これから徐々に来てるよ。ペルソナ、ああ、はい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 、ペルソナのキャラなんだ。ペルソナって男の子じゃなかったっけ。あ、っていうかね、なんかね、もしかしたら働いてるところショップ開くかもしんなくて、あの、俺移動になるかもしんない。うん、まだわかんないんだけど、うん。店開いて、そこやるかもしんない。和道さん見れなくて、ふわっち自体あんまり見てなかったけど、今日見て人数増えててびっくりした。あのね、ロハコさんと心霊配信やって、その後一回炎上してリスワン撮ったんですよ。リスワン7000人で撮ったのかな。ひたすらガード練習して、ここぞという時一発 KO 狙い。俺はそっちだね。あの、フェイントとかもう小細工なしで行きたいから、あの、空手スタイルなんだよ。俺が実践経験あるの。ボクシングとかってフェイントとか体力の温存とかテクニカルじゃん。だけど3分だから、あの9分間、もう本当にカウンター狙いで重たいの一発一発決めてこうと思ってる。あのね、あの女性用のカフェやりたいんだって。
奥様とかが集まるような。で、そこのカフェでバッグを販売するから、で、なんか裁縫とかができるコワーキングカフェみたいな、なんかその2000円ぐらい払ったら場所とかも使えて、ミシンとかで手作りハンドメイドバッグが作れて、バッグも売って、で、カフェもやるみたいな、そういう感じなんだって。あ、最近親子でやってるよ。最近やってるやってる。ヨシエさんデビューしてるよ。ふわっちばっかりやってるよ。今週ぐらいじゃなかったかな。セキシンゴ俺もワルト、あれはすごいよね。お、仏さん風船10個ありがとう。練馬津チャンネルさんいらっしゃい。メイン。メイン。いつ復活したの？これ孫子だから。復活おめでとう、待ってたよ。練馬津チャンネルいらっしゃい。のんちゃん、刺繍上手。うまかったし、のんたんのグッズ出せたらいいね。ねえ。グッズ？グッズ？俺はスタッフ店員さんだよ。最近なんだ。いいじゃん。また沸かせてよ。ふわっちゃん面白いよ。リスナー層全然違くて。めちゃめちゃ面白いよ。今ね、多分、孫子みたいなキャラクターのネタキャラが一人もいないから多分やりやすいと思うよ。トングかき混ぜ男のニュースを見て復活決意した。あのさ、古いよ。トングかき混ぜ男もう2ヶ月以上前の話だから。時間かかりすぎでしょ。リスワン撮ってた？誰が？え、練馬座ファッカーで撮ったの？嘘でしょ？撮れないでしょ？こんなポットでで。あ、ヨシエさんか。YouTube 練馬のヤンキー好き？いや、孫子めちゃめちゃ面白いよ。多分、あやかハマるよ、孫子。めちゃくちゃ面白いから、ニコ生でね、バリバリやってて、超面白かったよ。トング事件もう2ヶ月。メイン。DO を押してくんだ、今回は。孫子でいいんじゃねえのって。またブレてんじゃねえの、生主として。方向性ちょいちょい間違えるからね。ビンズ仮面。ちょっとコーヒー買ってきて、コーヒー買ってくるわ。練馬ザファッカーの DO。トゥ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 ルトゥの人だよね。アクト、あれ全然 DO の声でね。悪党が奏でるこの歌が、みたいな。わかる？って、あれ？声質が全然違うわ、俺。名演の人。孫子見れるの嬉しい。明日から配信ツール変えるけど、番基準が孫子やばそうじゃないか。いやー、大丈夫でしょう、孫子は。ギリギリだけどね。新しいフォロワーさん、みどりさんフォローありがとう。コーヒー買ってくる。悪党が奏でるこの歌が。
ういただいま。ただいま。よし。ネリマザファッカーリンカーニですよね。懐かしい。高校生の頃メーンって挨拶するのが。いやキャラ強いよね。めちゃめちゃあれだからね、極悪だからね、DO。何回も逮捕されてるし。ガチガチのアウトローだからな。おかわどう。タイマー。ケピー。コーヒーとタバコはやめらんねえな。テレチャンピンガチでやっちゃっていいのかな。はい、毎度。二十歳の若造さんいらっしゃい。テレチャンピンガチでやっちゃっていいのかな。もう知らねえぞ。俺もう殺される覚悟でやるかんね。俺は死を背負ってやるよ、本当に。殺されたくないから殺すよ。こんばんは、ユミさんいらっしゃい。うん。自分の身を守るためにね、やりますよ。ガチでやるよ。ネタ一切ないよ。でもこの企画はマジで神がかってるよな。超当たり企画だと思う。本当に天才。配信者の殴り合いとか金になるっしょ、マジで。多分、便所さん今回の企画で300万ぐらい入んじゃないの。リアルガチだよ。試合が終わったら全部、便所さんとやりとりとかも公開してもいいっすよ。うん。本当に、ネタなし。うん。これ多分ね、マチルダが教えてくれたんじゃなかったかな。マチルダが、ワド電話してって便所さんに言って。そう。で、一番最初の対戦カード決まったのは確か俺なんだよね。そう。やらせてって言ったら、ワドいいよって言ってくれて。格闘技経験ある？ないっす。つって。怪我するよ。つって。やりたいっす。って言って。テルチャンピオンは細いけど筋肉はあるぞ。細いっつってもただデブじゃないだけど、あいつ、ガタイはいいぞ。うん。裸見たらわかるけど。俺一緒に銭湯行ったりしてるから、あいつの体知ってるから、腹筋もバキバキに割れてるし、アスリートの体だよ、あれ。超強えよ。ローソンのチケットピアでだって買えるレベルでしょ？確か。本格的に興行を打つんだよね。だから、なんか配信の企画とかいうレベルじゃないよ。リングもちゃんと用意して、ローソンのチケットピアで買えちゃうんだよ。アーニャいらっしゃい。ワダツー。うん、腹筋みたいでしょ？すごいよね。だから冷静に考えたらもう絶対ワド勝てないよって言われてるんだもん。俺なんかさ、部屋で雑談やってる生ポのクソ野郎なんだからさ。サメちゃん海入った時もテル、あ、そうだそうだ。テルジャンビ一緒にいたじゃん。そうだよ。体見てるじゃん。うん。うい、ハートありがとう、アニャ。ハートありがとう。うん、頑張れよ。まあ、会場に来てくれたら嬉しいっすね。俺にはインセンティブ、チケットバックとか一切ないんだけど、その代わりにノルマもないんだよ。要はリスクなしで本当に選手としてだけ考えてくれたらいいよって言ってくれて、チケットとか売るのとか一切ないのね。だけど来てくれたら嬉しいですね。一般席5000円で。結構、箱は300人って言ってたかな。ちょっと今サイト見せるよ。会場の。なんだっけ、新木場。新木場ファースト。ファーストリング。いや、結構本格的で笑うよ。
箱でかいとかじゃなくて、マジかって、便所さん本気じゃんっていう。外見はこんな感じ？外見はこういう感じの、なんつうの、掘ったて小屋みたいなさ、ちょっとアメリカンナイズな感じで、リングがこういう感じの。金曜から入院する？え、マジで？あ、そっか。戻ってきたらまた絡もうぜ。すごくない？ちゃんとしたところでしょ？しかも、そんなリングから遠くないから、めちゃめちゃ楽しいぞ、これ。生で人ぶん殴れるところ、間近で見れるからね。超良くない？これ。いいでしょ？これ5000円安いと思うよ。だって、生放送好きなわけじゃん、みんな。で、石川の隆起、桃襟、ナーボー、深夜町、金映え、光る、和道、で、ロハコさんセコンドに来るし、すごいよ、これ。しかも限定アイテムいっぱい売られるわけよ、ステッカーとか。これ生主好きでみんな来たい来たいって言ってるから、ほんと早めにチケット買った方がいいよ。ほんと早めに買った方がいいと思う。魅力だよ。あ、アウトサイダーでも使ってたんだ。だってガチのリングでしょ、これ。本気のやつだよ。これいくらすんだろう。だってあれだもん、みんなよくここ押さえたなって言ってたもん。取れないらしいよ。うん。いや、普通にね、バスでも行って、行く価値あると思うよ、今回は。俺普通に客で行きたいもん、これ。子供料、小学生以下無料。やばくない？小学生以下無料なの。今回。確か無料って書いてあったよ、便所太郎さんの。小学生以下無料。子供料金っていうか、子供は料金取らないって書いてあったな。ちょっと確認するね。あれ、どっかで見たけどな。便所さんに DM 投げてごらんよ。DM かなんか。確か子供、ただだったはずだから。うん。きなきな？うん。やっぱ生で見るね、迫力と全然違うから。土曜日、6月の10日。ていうかね、きなっていうかね、チケット取らないとやばいと思うよ。うん、俺300すぐ埋まると思ってる、今回。だってさ、アンチのやつなんか見に来るでしょ。ハート花火ありがとう！ハート花火ありがとう！だって俺が殴られるところ見れるんだぜ。アンチバンバン剤でしょ。いきまーす。ハチから花火いただきました。ハート花火でーす。ハート花火かわいいよね。今ね、キャンペーンやってて、花火1個1080円なんだけど、10個で8800円で、ハート花火つくからめちゃめちゃ割引やってんだよ。セット売りっていうのを始めて、2月の末まで。今、花火お買い得ですよ、アイテム。風船は500個500円だっけな。なんかキャンペーンやってたよ。あ、違う違う、100円引き？風船100個が120円なのが、100円引きになるのか。500個セットだと500円。うん。めちゃめちゃお買い得のキャンペーンやってるね。花火11個で8900円か。すごいよね。儲かってるから還元してくれてんだよ。これは嬉しいよ。セットアイテムめちゃめちゃお得だよ。だから、売り上げが良くなってるから、配信者の売り上げを下げるとかしないで、結局、なんつうの？自分らの取り分下げてるんだよ。ふわっちはマジで神運営だよね。相当すごいと思うよ。だって、2割ぐらい減るでしょ、これ。1割ぐらいか。1割か2割減るはずなんだよ、取り分が。1万800円取れるところを、2000円引きか。うん。で、花火1個プラスしてるから、やっぱ3000円ぐらい損してんだよね。配信者の取り分変わんないもん。すごいよ、ふわっちは。本気だよ。ハートプレゼントありがとう。アイテム買いですよ、買い。ハートありがとう。
ハートたくさんありがとう。うめえ。あと30分で寝るか。シャワー浴びて。ていうか目の傷、いまだに残ってんな、ここ。こう目変でしょ、目尻。古傷が治ってないね。ハートプレゼントありがとう、アニア。和道先輩。ジャグさんいらっしゃい。うん。ハートありがとう、アニア。喧嘩、これは。10代の頃、いつぐらいだったかな、これ。これ喧嘩ですね。痛くはないよ。古傷が痛むのは、右のここ。ここの骨折れてんの。で、2回折ってるかな。だからね、まっすぐになってないんですよ、ここ。ちょっとね、ボコって。要はね、こうやって骨がついてんの、こうくっついちゃったから。俺右の拳すぐ折れちゃうんですよ、小指ここヒット間違えると。ここね、この骨、要はそれもうちょっとやばい、ブチュってこう突き破るんだけど、乖離骨折って言うんだっけ。そう、こうポキって折れてこうくっついちゃったから、パンチの衝撃でこうグニャってまた折れちゃう、すぐ折れちゃう。右の拳はもうクラッシュしてます。これ以上怪我なさらないように。いやー、格闘技は怪我するよ、絶対するよ。いや全然だよ。だって便所太郎さんって体重100キロで、ゆいかさんってどう多く見積もっても60何キロなんだよ。俺の見立てだとね、64か5か6、多分60前半の可能性もあんの。だからほぼ倍近くの大きさなのね、便所太郎さんって。でヘビー級とだからフェザー級ぐらいの違いがあるんだよ。死ぬぞ。で、10ラウンド制なのね。マジで自殺行為だと思ってるよ。ゆいかさんよく受けたなって。もう、よっぽど勇気あるかよっぽどバカかのどっちかだよ。本当に。はっきり言って自殺行為だよ。体格差で言ったら。だから、なんだろう。よくこの勝負受けたなって、俺尊敬してるか。それを超えるぐらいのバカかどっちかだと思ってるね。喧嘩やったことある人ならわかると思うんだけど、体重10キロ違うだけで絶対勝てないぐらい、なんつうの、力量差が出るんだよ。で、みんなデブって弱いと思ってるけど、デブって強いのね。しかもね、便所太郎さんってプロの格闘家だったの。これガチの話で、ね。プロのリング上がってて、結構有名な選手と戦って勝ったりしてんだよ。タオル投げたらストップ。それは、セコンドの役割だね。本人はタオル投げらんないよ。ヘビー級とフェザー級は、もう絶対やっちゃいけないぐらいだね。喧嘩でもやばいぐらいだもん。だから、鉄パイプ持ってやっと合格ぐらいだと思うよ。戦力的には。
パイセン勇気あるよな。俺だから、俺はパルパル指名したんだけど、あ、でも気持ち一緒なのかな。パルパル体重100キロ超えてっから、30キロぐらい重たいはずなんだよ。そう。それでもパルパルでやらせてくれって言ったんだけど、パルパルがなんか逃げたらしいのね。それでテルチャンピン、体格一緒のテルチャンピンになったんだけど。まあ、そっか、相手にムカついてたらやるか。関係ねえよってなるよな。俺もパルパル指名してたわ。石川紀之でかいね。野田もでかいね。野田も多分喧嘩したら強いよ、あれ。野田はガチムチででかいから。パルパル逃げたね。まあ相変わらずだよね。予想は誰が勝ちそう。みんな本気でやってるからな。なんか、不謹慎で、そういう気分がない。俺聞く分にはいいの。リスナーさんに誰が勝つとか、俺勝てるかなとかは楽しいんだけど、選手に関して言ったら、みんな本気でやるから、負けるとか勝つとかすごいナーバスになってるはずだから、あんま言いたくないかな。ていうか自分のことで頭いっぱいだね。野田相手を本気でなくね。ああ、そっかそっか。まあ、精神面もかなりでかいもんね、リュウさんね。それはあるよね。パイセンの強さ、トップさだから、やっぱ。そう。本当に手早いから、パイセン。石川の竜技は強いだろうね。あと、香川さん絶対強いね。香川さんは、喧嘩したら絶対強いし、喧嘩慣れしてるはず。あれ、普段温厚だけど、絶対強いよ。香川さんは絶対喧嘩強い。ああ、いえ、全然。みんなに逆に聞きたい。誰が勝つと思うか。今の予想だ。9割方テレチャンピンが勝つって言ってるね。歯が強いよね、絶対ね。石川の竜技も絶対強い。気持ち強いやつはやっぱ喧嘩慣れしてるよ。あの二人は絶対喧嘩やってるはずだもん。怒らせたら怖いタイプだよ、多分香川さん。では、結賀さん別に弱いと思ってないからね、俺。結賀さん結構強いよ。金梅さんはガタいいよ。ガタいいけど、あの人アル中だからな。本気でやったら強いけど、俺、会う時、毎回、飲んでないのにアルコールの匂いがするの。アル中ってさ、毛穴からアルコールの匂いするじゃん。それくらいひどいんだよ。もう肝臓が完全にやられてる匂い。牛丼もいらっしゃい、こんばんは。金梅さんは多分酒抜いたら強いだろうね。でも、酒飲んでて、あれは無理だと思うよ。ゆいかさん勝ってほしい。格闘技の世界何があるか分かんないからね、本当に。でも、なんだろう、格闘技の実践経験者と体重差を考えたら、もう本当に勝ち目がないっていうぐらい無謀な勝負だと思った方がいい。金梅さん1分続かないだろうね、今の現状だと。俺ね、風船じゃないや、花火一発のためにダンベルやってて、そう。で、1ヶ月でこうなった。すげえ腕太くなったって言われたね。今34かな。腕周りここ34センチだね。だいぶ変わったよね、腕。そう、すげえ太くなったって言われる。もともとね、筋肉つきやすい体質なんだよ。ちゃんと鍛えてたら、だから、体は鍛えられる。ドレさんは、ふわっちの人で、俺は面識ある人なんだけど、みやびさんっていう人わかんないね。ドレさんは総合格闘家やってた人。で、結構おっちゃん。で、熱い系。そのトークが熱くて、なんか、ヤクザに対しても全然言うみたいな。ヤクザの配信者とか、何もんもん見せてんだよみたいな。ダセんだよとか普通に言ってて、かっこいいなと思って。セブンさんとヒカルは個人的にはヒカルの方が強そう。ヒカルくん腕太いかんね。セブンさんあんま見たことないからわかんないかんな。ヒカルくんでもハートがどうなんだろう。意外とね。あ、でも、本番強えか。あのタイプは。運強いかんな。
なんだかんだ毎回神回にするかんで、ね、光くん沸かしそうな気がするよね。セミファイナルの前だね。俺はど真ん中、第4試合一番美味しいところ。メインマッチの上2つはまあいいじゃん、セブン光るとかシークレットバトルとかベンジョタロウユイガとか。だけどそれ以外で言ったら一番美味しいところに配置してもらったから、結構プレッシャーもあるね。沸かせる試合しないと恥かくっていうか、それが一番嫌だよね。負けるのも嫌だし、恥をかきたくない。あのもう配信ってさ、一生残るわけよ。で、一生笑い物にされるのはみんな知ってるでしょ、ロハコ事件とかさ。なんか払拭したいよね、イメージを。ああ、こいつ頑張ったらできるんだ、みたいな。素人なりに頑張ります。シークレットは誰が、いや全く聞いてない、それが。っていうかむしろ超あの厳密に企画裏で打ち合わせてる。多分ね、あのコミッショナー別にいる、プロの本当に興行やってた人が裏にいて、すっごい打ち合わせしてるよ。で超かっちりしてる、本気。あの本当に無駄な情報俺らに与えない、もう喋っちゃうの分かってるから。ベンジョさんこの企画マジで本気で成立させようとしてる。近くで応援したいな、ババアだが。うちのリスナーはババアばっかりだから。うん。基本的に和道ギャルズって呼ばれてるのババアだから。ロハコさんの時は衝撃でかかった。今回ロハコさんうちのセコンドだからね。矢沢さんいらっしゃい。だから俺が負けそうになるとセコンドから必殺技出てくるからね。ここが爆んちだぞって俺がこうガードしてるとその必殺技飛んでくるし、セコンドでこう第3ラウンドのセコンドとかだと、和田さんちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるからって言って俺のパワーを上げてくれるナイスなセコンドだろ。うん、もうインターバルの時にそれ聞いただけでパワー出てくるでしょ、うん、あとやっぱね、元電通社員だから、うん、マーケティングとかもできるしね、うん、コソコソしてる。いや全然普通に話しかけてくれたらいいのに、全然話しかけてくれたらいいよ。まあ試合中はそれどころじゃないから、打ち上げの時とか多分すげえ盛り上がるだろうね、飲み会の時とか。
バレンタインの日、あげる相手いなくて近所のおばあちゃんにカントリーマウンもらった。俺もあれだな、のんたんからベルトもらったな。そう、ベルトがない、ベルトがないって言ってて、のんちゃんがベルトくれたね。かっこいい革のベルト、俺が好きなようなやつ。これのんちゃんからのプレゼント、バレンタインの。かっこいいでしょ、本革のベルトで、うん、革ですね。ホワイトで何あげようかな。結局のところメインイベントはランドリーです。てん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 てけてんてんてんてけてん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 。それ面白いな。ガチャガチャにしてやっからよーつって。バール持ったやつ。おいおい、イベントなんてやらすねえこの野郎。ああ、これでよ、ぶっ刺しやっからよ。おい、ぶっ刺しやっからよ。ああ、おい、来てみろよ、この野郎。ビッケル佐野だよ。うん、競技大好きだからね。うん、出前でピザ頼んだらチロルチョコ入ってたんだけど、ピザのぬくもりでドロドロ。もう最悪な優しさだよね。いらない優しさだよね。おい、ゆきさんいらっしゃい。まだつゆ。うん。うん。乱入してこないかな。選手全員でボコボコにするんでしょ。最高に盛り上がるよね、そんなのね。バールとピッケルで戦えばいいんだよ。スペシャルマッチ。うなちゃんマン来たら神回中の神回でしょ。超盛り上がると思うよ。会場超沸くでしょ。うん、試合見に、お、マジで来んの。和道リスナー結構来るな、じゃあ。おい、頑張るよ。マジか、来るんだ。師匠なだけあって似てるな。まあ、弟子だからね。うん、多分、ニコ生で一番うまい、モノマネうまいの俺じゃん？ルナちゃんの。シークレットが爆走って言ってました。誰が言ってた？それ。え？ツバニアンなの？え、それ誰が言ってた？便所太郎さんが言ってた。DVD 買うよね。DVD 買うでしょ、これは。Twitter で行くって言ってた。爆走本人、なんかネタ臭いよな。いや、便所さん本気だから、言ったら50万払わせるっていうぐらい、賠償させるって言ってたから、それ多分ね、乗っかって炎上させようとしてるだけだってよ。あ、そうなんだ。試合じゃないでしょ、シークレットの。ドレさんのセコンドか。ドレさん仲いいかんね。あり得るね。それだったらわかるわ。それだったら別に規約違反じゃないから。今回シークレットの内容を漏らしたりしたら規約違反で50万だし、試合バックれるだけで50万罰金。誓約書に一筆書かないといけないから。それくらいガチガチだから。で、怪我しても全部自己負担。フェイフェイ言いながらビール片手に。超楽しいよね。試合でヨガファイヤーやってください。やらねえわ、そんな余裕ねえよ。いやいやいや、繋がってないですよ僕、全然興味ないです俺には。そんな力ない、ゆきさんごめんね。興味全然ない、爆走とか。もう勝手にやらせればいい。全然興味ないっす。自分の試合で頭いっぱい。リングサイドで煽りますね。不正受給、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 不
不成熟どんなコールだよっていうね。それで盛り上がったらやだな。会場全員不正受給のコール盛り上がるだろうね。出たー、和道の不正受給和道のリスナーのコールそれでいいのか。いやそれめっちゃ盛り上がるでしょ。アンチも囲いも一体となる瞬間だよ。それやろうぜそれあれだよ、結構ね5秒ぐらいやってて心折れないで5秒ぐらいやってるのみんな乗っかってくるから。煽りってすごい難しくて、だいたいね3回ぐらい言って、あ誰も言ってくんないってなると一番恥ずかしいパターンだから、でっかい声で5秒ぐらいずーっと言い続けるとみんな乗っかるから。これ俺バンドマンだったから知ってるのよ。うん、もうめげないでやるとみんな悪ノリ始まるから。デンプシーロール出しちゃおうか。うん、5人でリングサイド、えスポンサーになったの。リングサイドってことはあれじゃん、50万払ったのウケるわリングサイドはあの1人10万円なんですよ。贅沢ビット50万払ったんだウケるわ、うん、えユキも来んの、うん、それ客が1人でやりだしたら波起きそう。絶対波起きるでしょ。うん、ミズニャンが旗振ってね、不正受給、うん、それ盛り上がるよね。行くんだ。あのグッズ不正受給 T シャツじゃあ作っておくよここに不正受給ってでっかく貼った T シャツ作っておくからみんな買ってうん、いや言いたいでしょ、うん、でも他の生主も多分客で来そうだよね。これなんか大物の生主客で来たいって言いそうな気がする。俺普通にこれは客で行きたいもん、5000円払っても絶対盛り上がるよ。不正受給 T シャツじゃあ売るわ、作っておくわ、うん、T シャツ着て戦うんですよ。当日実は裸じゃないんですよ。下はあの短パンなんだけど T シャツ着ないといけなくて、そのなんか乳首版があるから。ララルルのラウンドガール間近で見るために頑張った。すげえな。50万払ってても間近で見たいの。すげえな。不正受給 T シャツ300枚完売しよう。ネックレスと、限定ネックレスと、限定 T シャツ販売します。試合見に行けないけど普通不正受給 T シャツ欲しい。いやーやっぱ限定品にしないとね、うん、T シャツとなんかグッズ買うね。あぜひぜひネックレス販売しますね。これ和道グッズネックレス販売します。ネックレスと不正受給 T シャツ、うん、はい、ゆらさんいらっしゃい。グッズで儲けるね。まあ多少はやっぱそこはねえ、体張るわけだから買ってもらえるチャンスは逃さないですよ。俺ね実はなんだけど、これあんま言いたくないんだけど、あの顎超弱いんですよ。ガラス並みにガラスの顎なんですよ。あの脳震盪すぐ起こしやすい。顎ないでしょ俺、あの顎がないじゃん、しっかりしてないじゃん。だからかすっただけで脳震盪すぐ起こしちゃうの。だから実は顎一発でももらったら終わりだと思ってください。だからガードすごい上げてるの。すっごいガード上げてたでしょ。顎もらわないようにするためなんだよ。これ空手やってる時もそうだったの。いや、あのね、顎強い弱いってあるんだよ。あの、脳震盪起こしやすいのと起こしにくいのってあるの。うん。尊敬扱いなんだ。いやー、でも、そこは配信好きはそれやらないとね。
チクビン変なシールで試合出てよ。いや一応規約があってダメなことになってるんで、そこはだからね、顎をもらったらアウトっすね僕は。まあだけどパンチ見てる限りではまともにヒットさせらんなそうだったから、ラッキーパンチだけないようにしようと思って、もらわないように、そう脳が揺れやすいんです、顎弱いんです、歯並び悪いのね、あれ、ほらガッチャガチャでしょ。だからね、噛み合わせが悪いから、あの下歯がガチャガチャなんだよ。だからね、食いしばれないんだよね。そう。だからテルチャンピンに教えないでよこれ。和道は情が弱いぞって。どれさんにそこは相談しといた方がいいかも。そうだね。生涯喧嘩したこともないヘタレや俺。いや喧嘩なんてするもんじゃないよ本当に。あでもね、不思議だったのが、これちょっと不思議な話になるんだけど、弟ってバスケ部の主将やるぐらいの身体能力高いやつなのよ。で俺まあ見ての通りただのオタクじゃん、ニートじゃん、デブオタクニートじゃん。だけど弟と喧嘩した時勝った本気でブチ切れて、本気でブチ切れた弟ボッコボコにしたけど、あのね、やっぱね、兄貴って強えわ。あのね、俺の親友に、あの、空手めっちゃ強いやつがいんの。本当に全国大会出ちゃうような、あ、県大会か。県大会3位とかになっちゃったやつ。高1で。高1で県大会3位ね、高校生大会。そいつも言ってた。そいつの方が絶対強いのに、兄貴は殴れないって。兄貴と親父は怖えっつってた。もう子供の頃からの刷り込みなんだって。お父さんキックボクサー、あのね、実はね、親父の家系はね、格闘家一家なんですよ。親父はプロのキックボクサーで空手の師範代でしょ。で、弟がいるの、親父に。親父の弟は相撲取りなんですよ。関取りなんですよ。だから親父の家系はゴリゴリのもうファイター家系。で、母親は実は、あの、なんだっけ、オリンピックでスカウトが来るぐらい、全国大会優勝してんの、中学校の時に、キャッチャーで。だから実は運動神経めちゃめちゃいい家系なはずなんだよね。弟と妹はだから抜群に運動神経いい。うん。試合は和道便所セブンを応援する予定。どれの試合はよくわからんからララバルガン見してる。どれさんかっこいいよ。どれさん面白いよ。俺どれさん普通にリスナーだけどね。うん。下の歯ガタガタ矯正したいんだよね。風船ありがとう、サドシさん。いや、ハートだけは絶対負けちゃダメだと思ってるよ。それがもう最低限。で、そのハートの高めて、どれだけ体力を追いつかせるかっていうのがファイターだから、ハートが弱いやつはもう喧嘩なんてできないですよ。本当に。本当ハートはもう超大事。っていうかむしろ最低の、ファイターとして最低限だね。俺はもうメンタルの勝負だと思ってるから、素人同士の殴り合いは。だからいかにその根性あって、いかに練習積み重ねる根性があって、いかにそれを試合で発揮できるかだと思ってる。どれは爆走セコンドつくからな。わしあいつ直接キモい。ああ、それはひどいね。うん、それはねえわ。飲み会とかあったらね、行きたいっすね。贅沢美藤さん。あ、ハートありがとう、レイト。ありがとうね、いつも。嬉しいよ。うん、みんなで作った体だかんね。うん、みんなの金で作ったから体だから、血肉に変えてるからね、みんなの金を。強制トータル100万、だから配信で億万長者になったら金かけたいね、歯は。和道家すげえな。和道昔バリバリの GA 主だし。和道一家、和道一家すごいよ。くせ者だよ本当に。ばあちゃんはもう本当台湾で女で一つで兄弟10人ぐらい密貿易で食わせてたりとか、あと、じいちゃんは国会議員でしょ？なんかね、血筋はおかしいんだよね。島漬けだしね。ドレさんガチでやったら本当に人殺しちゃうっては、本当だよね。うん。生ポ不正受給でなんか試合するの？ T シャツで。はるかさんいらっしゃい。キックボクシングの大会がやるんで、詳しくはツイッター見てください。じゃあ皆さんお疲れ様です。最後までありがとうございました。そうなんだよね。格闘家の家系ですね、僕は。試合当日頑張ります。6月までね、ちょっと練習枠、ボクシングの練習枠とか多くなっちゃって、雑談できなくなって申し訳ないですけど、
その分ね、試合で取り返したいと思うんで。ハートありがとう。うん。ありがとうみんなアイテム。ありがとうございます。お疲れ。うん、シャワー浴びてストレッチしてゆっくり寝ます。みんなありがとう。お疲れ。ハチ、アイテムありがとうね。ハチ、いつもありがとう。うん。頑張るよ、試合。マロンちゃんありがとう。ユキさんお疲れ。シュキありがとうね。いつもありがとう。おつおつ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。